どうも、ジャムヤです。今日は、バーサスダイちゃんの解説をやっていこうかなと思います。じゃあ早速見ていきましょう。テトリス同種のね、これ連戦となってますね。まあ、この間はね、あの一周戦の動画を投稿したんですが、今回はテト同種です。俺左側ですね。さあ、まずは開幕は、これは、俺は橋明連組んでますね。橋明連に対し、しっかりと開幕 TSD から T スピンダムの、火力重視の、体勢、大ちゃんがワン。で、しっかりと8連にラインゲージから9連までと。ここは連をつなげずに、T スピンダムからこれバックトゥバックつなげることを維持しましたね。まあ、これの方が、最終的に火力が出ると判断して、バックトゥバック重視と。で、大ちゃん側これ T スピン、フィン打ったかな、今。をしっかりと打ってって、Z ミドル先読みして T スピンダブル打ちつつ、大ちゃんがもうこれ T スピンダブル、T スピンダブルと。で、削って、さらに2ライン消しから T スピンダブルにはせずに、こうトリプルにして、TD アタックにしましたね。T スピントリプルから、ダブル打っていく。TD アタックの形にして、しっかりと積み込みながら、エルミノで、さらにアイミノでテトリスと。さあ、ちょっと地形的にはこちらの方が競り上がってはいるんですが、まあとはいえまだね、あの全然余裕がある地形ではあるんで、不利ではないかな。ひとまずは不利ではない状態で、ちょっとこれ早めに打つとこう操作に外される可能性があるんで、ちょっと遅れ気味に今の打ちましたね。さあ、 T スピンダブル、 T スピンダブル、どんどん操作当たって、さあもうこれスコアがもうあっという間に、10万点同士超えてますね。で、ホリレンで7連から8連、9連までと。で、それを見て、大ちゃんがもしっかりと操作当てて、ジェイミのエルミの、ジェイミのオーミノワレと。いや、でかいですね、この連ね。でかくて、だいぶ競り上がったが、この間に俺は連を組んでいったが、まあ、言うほど繋がらず、ここは T スピンシングルからのテトリスって言って、ちょっと地形、形難しいんで、これは冷静に掘りましたね。冷静に掘ってって、大ちゃんがこれもうずっとエスティティックマジックよ。半永久的なエスティティックマジック呪文がかなり強い。だがしかしこっちもテトリス掘りからさらにテトリスと。まあかなり掘れましたね。なんだかんだ火力作りつつ、下穴は開けられてるんで、これはかなりいい掘りでしたね。火力掘りできればね、やっぱり火力でね、その掘るっていうのが理想的ではあるんでね。で、ここドネイトの、T スピンダブルからテトリス打ってって、しっかり大ちゃん側も6年までから T スピンシングル、そして、3ライン消して総裁を当てていく体制と。さあ、かなり挑戦、17万点対19万点超えてますね。さあ、テトリスからの、ダブルダガーですね。 T スピンダブルの真下に T スピンダブル組んでるのはこれダブルダガー。ちょっと地形を迷ってはいるが、ここで積み込み判断、ちょっとね、あの形が若干微妙だったんで、ちゃんと平らに整地させてからの T スピンダブルから積み込みレーンで行きましたね。そして、8レーン2ライン消しまでと。8レーン2ライン消しまでだと若干火力が乏しさはあるけど、まあとはいえね、かなり、遅れたのは間違いないんで、しっかりと掘っていって T スピンシングルからの、テトリスにしたのが今ミソっすね。しっかりと、お邪魔を、全部ゼロの状態にして掘っていくと。さあ、長い22万点対24万点、長すぎるこれ。さあ、さらにアイミノからジェイミノでちょっとその後はレーンをつなげずに受けてからテトリス、 T スピンダブルにしましたね。そして大ちゃん側もこれはしっかりと掘って冷静に Z ミノからジェイミノは行かずに、ここで3ライン消しにしましたね。さあ、ここで穴原が行ってテトリスから T スピンダブル2連発さあ、1回分総裁当てて、俺がテトリスではいるが、さあ、ここでファンデーションで総裁は外れはしない、しっかり総裁間に合う。ここちょっとできれば総裁外していきたいですね。外していきたいが、ちょっと形が難しいところ。なんで、一旦シングルにしてからテトリスにして、ここで4列目に体制でいいかな。4列目に体制だが、この大ちゃんのこれ、掘り入れも強い。ここで間違いが発生した。T ミノからエルミノまでかな。T ミノからエルミノまでで。さあ、できればね、ちょっと早めに火力を送りたくないんで、ここで間違いが発生しましたね。さあ、なんと、この長期戦で28万点対から30万点の超究極長期戦で、ここで間違いがスタートしていくってね、これすごいですね。さあ、ガン待ち待ち待ち。さあ、ガン待ちしつつ、どこまでしていくか。カサ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 、究極カサカサ地獄。これちょっとね、相手にね、総裁外されるとちょっとスラミなんでね、こっちね。スラミ、ドラミって感じなんで。一旦待ちつつ、
うん、しっかり操作ですね。しっかりとここ操作でここから動いていくと。いやー長い。さあまさかのこの長期戦であの町が発動して、さらにここでね再び試合が続行していくと。あ危ない危ない危ない。ピンがちょっとね左側に行きそうであったが、なんとか操作して、うんー、でもその操作外しからのトリダブルからのトリプルは強いな。だがしかしこっちも削って、なんとかバックバックつけてティースピンシングルまで間に合う。さあそしてちょっと操作は外されると辛いけど、トリプルから、テトリスからティースピントリプルといいですね。ここのティースピントリプルがかなり強い。だがしかし大ちゃんがもうしっかりとこれまだ掘って耐えてる状態ですね。さあどうだ、3ライン消しからティースピンダブルテトリス再生と。さあこれが決まっていった。いやー長い、34万点対35万点でね、長すぎる。いやもうさすがにこれリプレイ撮ってるだけの試合って感じはありますね。いやしかもね途中で町も発動してて、ね、これやばいっすね。今の神試合すぎる。さあここも橋開け組んでって、大ちゃんがしっかり火力地獄耐性だが、こちらのレンが繋がっていき、 S ミノから Z ミノまでだ。そしてちょっと置きミスも兼ね合ってしまい刺さっていくと。ああこれは単純に置きミスしたとこに、4列連の、端上げが決まった感じではあったが、まあ、1戦目はねそこを耐え切って全然試合が始まっていたんでね、やっぱりね連はね相手のそのワンミスをね咎めるっていう点にもねかなり有効になりますんでね、まあ、これは普通に、そのまま連開幕の端上げ連が決まっていったと。いやーすごいやばい試合だったなこれな。ここまで長い試合だったのかっていう、ね、ちょっとね俺もね覚えてなかったですね。これね2月6日にやったやつだから、そこそこ前のやつですからね。もう一つ見ていきましょう。でね、いややっぱりな、軒並みリプレイ撮ってるね試合はね熱い試合しかないですねやっぱりね。まあ、俺がねリプレイ撮るぐらいなんでね、まあ当たり前ではあるんですけども。さあここで、再び橋開けかな。この時は多分俺割と橋開け連重視に組んでた時期だったんじゃないかな。今は結構またスタイル変わってはいるんですけど、結構橋開け連を研究してる時期があったんで、多分その時期ですねこれね。さあ一旦これ先読みしておいて、 T スピンダブルからだけど結構地形的に辛い体勢、なんとかギリギリ間に合った、ギリギリ間に合ったがどうだこれ掘れるのか。 T スピンダブルかな、相手に打たれてなんとか2ライン消し、2ライン消しで、さすがにこれは触ってしまうか。さすがに今のは、T スピンシングルの形を用意したんですが、Z ミノをね置いた瞬間に上が致命判定になってしまったんで刺さっていくと。ちなみに今回は俺右側ですね。さあしっかりとした穴開けつ橋開け連体勢。さあここでパフェが来るが、なんとかギリ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 耐えられる、危ない。で削って9連から10連11連まではつなげずに、ティースピンダブルでここは妥協する形にしましたね。さあしっかりとテトリスボリー、大ちゃん側もこれはティースピンダブルから冷静に2ライン消し2ライン消しを掘っていく体勢かな。さらにテトリスまでと、危ないギリギリ俺もなんとか間に合ってテトリスまで、うん、割と危ないですね、危ないけどゴキブリしてる。さあさらにここもテトリス間に合って、いやでもそこで2連発来ると危ないけど、なんとかさらに耐えてゴキブリ。ティースピンシングルからのそれを総裁外されてティースピンダブル打たれて、さかなり地形が辛い、辛すぎるが、ティースピンシングルのドネイトをうまく作ってなんとか敷いて耐えている。テトリスボリーでできるだけね火力で掘らないと厳しいんだね。さあここで大ちゃんがズレが置きミスが生じてしまった。だがしかし俺もジェイミンのズレてますね、言うてこちらもジェイミンのズレてるから結構つらい。さあ T スピントリプル組んでるけど、これはさすがに間に合わない、割とゴリゴリだったな。さあそこに T スピンダブルが来てしまうが、うおー最上部最上部でなんとか2ライン消ししてギリギリゴキブリ。いややっぱゴキブリ試合多いな。さあゴキブリしていい、ちょっと考えてはいるが、 T スピントリプルにしてからさらに回転を駆使して、ここにティースピントリプルですね。ティースピントリプルの形でティースピンダブル打ってからのティースピントリプルの。いや、やばい。このゴキブリどもやばいな、これ。さあ、さらになんとか削ってティースピンダブルで、さらにまだ耐える。で、テトリスを打ってって、さらにここでね、Z ミノで先読みつつ、ティースピンダブル耐性と。ただ、アイちゃんがもうしっかりティースピンダブルで火力を送りつつの、削ってティースピンダブルから、削り耐性ですね、これね。削って削って、あくまで火力と。火力で大ミノでテトリス打ってから、うまいですね、これね。この3ライン消しの削り非常にうまい。で、ここも、
Z ミノから J ミノ、J ミノで、サンライキュージャー掘っていると。掘り方うまいですね。で、しっかりテトリスってって、ここも T スピンダブルからテトリスな。俺もなんとかもうゴリゴリに総裁を外してはいるが、言うてまあ大ちゃんがもうめちゃくちゃ辛いっていうほどの死刑ではないんで、まだまだいけそうではありますね。穴も直列で来ているんで。さあ、テトリスってって、さあ、ここでエルミノの置きミス。これはハイドレンジアとテトリス地獄耐性。Tスピンシングルからの、できれば火力で掘っていきたかったがちょっと厳しいと判断して、さあここで置きミスが入ってしまった。今のはまあ致命的な置きミスではあったか。置きミスがなかったとしたらまだ、試合は続行続きそうではあったけど、やはりねここまで長期戦だとね、体力がね消耗されていきますからね。あれあの状態でワンミスすら許されないというのはかなりやっぱり厳しい世界ですね、ここら辺で。さあここ開幕立ち上げでパフェ取られる。ギリギリか、これはギリギリしっかりと何とか耐えられる。いや、しっかりね、この大ちゃん側もね、これ、パフェ取っていきますね、やっぱりね。ちゃんとパフェ取るとこ取ってくるんで。かなり、開幕端明けは、結構、警戒しておかないと、触ってしまう可能性高いですね。さあ、これはしっかりと連つなげて、12連までと。12連まで、超ギリギリ耐えるが、さすがに耐える術がないか。いやーまあ今のはね、連の使い方が良かったですね。しっかりと掘って掘って掘って、まあ、どのルートに、ね、行こうかというちょっと最選択を、検索しつつルートを模索しつつ、12連までだったんでね。まあ、橋開けでパフェ込みでやられてなおかつ、まあ、12連までいければ、まあ、最初のパーフェクトクリアを耐えさえすれば、まあ、12連は基本的に有利やね、有利にはなりますね。大体はだけど、あ、もちろんね、相手の穴とかのその状況にも左右される点はあるんですが、基本的には有利になりやすいんでね。やっぱりこれが開幕年の、強みの一つといったところでしたね。というわけで、じゃあまあ今日はこんなところで終わっていきましょう。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。